ということで、今度はその多倍長数の乗算の計算量を調べていきたいと思います。でそのためにまず手始めとしてその、まあ、テキストでその 2.3.2 節でありますけれども、多倍長整数とそれから単精度整数の乗算の計算量からまず調べていきます。で、まず乗算をする前にその単精度整数同士のその乗算についていくつか確認しておきたいと思うんですけれども、まあ、今ですね、xy が整数で、かつその、まあ、n 桁、1ワードの数だとしましょう。まあ、例えば、その桁数で考えたときに、x が n 桁の整数で、y が n 桁の整数だったら、その xy っていうこの積ですね、積は最大何桁になりうるでしょうかっていう話なんですけれども、まあ、これは多分皆さんすぐ分かると思うんですが、xy としては、まあ、2n 桁まで、その桁が増えるわけですね。で、同じことをその計算機のワード数で考えてみると、まあ、桁はワードと同じような概念ですから、その x が1ワードの整数で、で、y が1ワードの整数だったときに、で、xy は何ワードになるかっていうと、まあ、2ワードにはなる、2ワードになりうると。ですので、まあ、xy の乗算、1ワード1ワードの数同士の乗算を行った結果を蓄えるメモリとしては、まあ、2ワード分のメモリが必要であるということが分かると思います。で、そこで、まあ、XY のですね、その乗算を行う場合のその CPU の機構として、この授業では、このような形で補助演算装置っていうのを用意しておきます。こちらにあります図はですね、例えば与えられた数ですね、が上に X っていうのが1ワード分の数があると。それから、y として1ワード分の数がありますと。で、この x と y をかけますっていうと、xy という結果が得られた際に、まあ、これにその2ワード分のその領域が必要ですから、この上位の1ワードをまあ補助演算装置に入れておくことにしましょう。で、さらに、ここではですね、この後で出てくるアルゴリズムで必要なんですけれども、この xy に z という1ワードの数を加える部分も考えておきます。そうしますと、xy にさらに z を加えたものがですね、をこういう2ワードの数で表すことにしましょう。で、まあ、その2ワードの下位のワードを w、下位の桁に表を表すワードを w として、それから上位を表す、桁を表すワードを、まあ、ガンマとしておきます。で、このようにして、その1ワードの数、xyz が与えられたときに、その xy プラス z を計算するとですね、でそれが、これガンマかける2の n 乗、2の n 乗っていうのは、今1ワードが n ビットとしておりますので、ガンマは1ワードの値なんだけど、大きさとしては2の n 乗がかかってくると。でガンマかける2の n 乗プラス w という形になります。で、このことを一応この一課ではですね、このスライドの下の方にありますように、ちょっと隠れちゃいましたけど、w とガンマをこういう大括弧でくくった数で表しておきます。ですので、まあ、xy プラス z っていうのを計算した計算結果を、まあ、w とガンマに格納するという意味で、まあ、こういう形で表します。ということに注意してください。で、そこでまず多倍長整数とですね、その単精度整数をじゃあ実際に乗算するとどうなるか見てみましょうって話になります。そこで、まあ、多倍長数として A という数を用意しました。これはこちらにありますように4ワードの数で、で、それぞれの桁がですね A0、A1、A2、A3 というワードで表されるっていうものとします。で、これに B っていうのは単精度の整数ですね。これをかけましょうということを考えるわけです。そうしますと、まあ、ちょっと我々の筆算でですね、考えますと、まずこの多倍長数の A を下位桁から順番にこう並べていきます。一応桁の方はですね A0、A1、A2、A3 っていうふうにこう上位の桁に進むっていうのを思い出してください。まずこの A を並べると。でそれに単精度数 B をかけるというのを並べていきます。でそうしますと、この
多倍長数 A とですね、単精度数 B の掛け算っていうのは、先ほどやった多項式の掛け算にちょっと似てるところがあるんですね。多項式だと、下の係数に上のかけられる数の係数を順番にかけていきました。実は多倍長数と単精度数の掛け算も、同じようにしていけば計算ができます。で、多項式と異なる部分は、その下位の桁から上位の桁に繰り上がりが生じうるっていうところですね。で、例えば、今、一番下位の桁ですね、部分 A0 と B の積を取ったとします。で、そうしますと、そこで出た桁が繰り上がりを例えばガンマ1としましょう。で、次にその次の上位桁ですね、次の上位桁の、A1 とそれから B の掛け算をしますと、こちらにありますように、A1×B で、ガンマ2という桁繰り上がりが生じるわけですけれども、もう一つ計算するのは、この下の桁からのですね、繰り上がり、ガンマ1を加えるっていう操作も必要になります。ですので、ここは、A1 に B を計算して、ガンマ1を加えて、で、それの桁上がりが、繰り上がりはガンマ2になりましたということを表します。で、以下同じように、B と A2 をかけて、で、さらに下からの繰り上がり、ガンマ2を加えて、で、そこで生じた繰り上がりをガンマ3とするというふうにして、計算を進めていきまして、最後は、B と A3 をかけて、下からの繰り上がり、ガンマ3をかけて、で、繰り上がりをガンマ4とするということで、最終的に、このような形で、今ですね、かけられる A が4ワードで、かける数 B が1ワードですから、このような5ワードの多倍長数が得られることになります。ここまでいいでしょうか。ポイントとしては、その多倍長数の掛け算は多項式の掛け算とかなり似ているということですね。ですので、類比させてちょっと考えてみてください。で、まずここで、その多倍長数と単精度整数の乗算の青アルゴリズムに書いておきました。で、入力は、その A が多倍長数ですね。で、K ワードの数とします。それから B は単精度の数ということにします。で、この時にの出力というのを C と置くわけですけれども、一応 C のワード数は、K プラス1ワードになっていることに注意してください。なぜかというと、入力の A が K ワードで、B が1ワードだからですね。で、アルゴリズムの中身を見ていきますと、まず、ガンマ0に0を代入しておきます。で、この2番目のところがループになっていまして、で、これを、i が0から k-1 まで、こう繰り返す、この演算ですね、ai に b をかけて、で、下位の桁からの繰り上がり、ガンマ1を、ガンマ i を加えるっていう操作を、こう、続けていくんですけども、この操作っていうのは実は、先ほどの、ここですね、ここの1ステップの操作になっておりますので、確認しておいてください。で、最後に一番上の桁での繰り上がりガンマ K っていうのを CK に代入しまして、でその上でこの C0 から CK の並びを一つの多倍長数として出力するということで、このアルゴリズムの動作が終わります。ここまでいいでしょうか。で、その計算量がですね、どうなるかっていうのをちょっと見てみますと、まずここですね、計算量にかかるのはこの2番目の行なんですけれども、ここでまずループを起こしていますので、その回数を調べますと、その i が0から k-1 まで動かしますので、ループは k 回あるということになります。で、その各ループの中で、その1ワードの単精度のですね、加減上序が何回起きているかっていいますと、ここで乗算が1回と、それから加算が1回起きているということになります。そういうわけで、合計の計算量を評価しますと、オーダーの K ということなんですけれども、この K というのは、与えられた多倍長数 A の方の長さでしたから、
そうすると、この多倍長数とそれから単精度数の乗算の計算量というのは、その多倍長数の方の長さに比例すると結論付けることができます。まずここまでいいでしょうか。で、今のですね、その多倍長数と単精度数の乗算を踏まえて、今度は多倍長数同士の乗算のアルゴリズムと、それから計算量を見ていきたいと思います。今、今度は与えられた数、どちらも多倍長数なんですけれども、一般にはこの A と B の長さは異なるわけですね。で、今はこういう例にしました。A の長さは5ワードですね。それから B の長さは2ワードという形の多倍長数にしております。で、まずこれをですね、筆算のような形で表しますと、実はこういう形になりまして、実は今日の授業の冒頭で説明しました、その一変数多項式の各係数の掛け算とほぼ変わらないことをやっているということに注意してください。ですので、基本的にはその多項式の掛け算を思い出してもらえれば、多倍長数の掛け算も同じようにできるということですね。で、あと、その各、そうですね、この筆算の中での計算で注意してもらいたいのは、この各ステップ、この各行の、途中結果を計算するのに用いられているのが、実はこれは多倍長数と単精度の数の掛け算ってやることに注意してください。例えば、この行の計算結果を得るのに必要なのは、この B0 と、あとこの A のですね、各ワードとの掛け算になっています。A の掛け算になっていますね。で、同じように、この行に関しては、B1 と A の掛け算になっています。ということで、その多倍長数同士の掛け算をしようと思ったら、それを多倍長数と単精度の数の掛け算の繰り返しにこう帰着させることができます。というのも一つのポイントですので、注意してください。で最後、これらの途中計算結果を全部加えることで、この多倍長数×多倍長数ですね、この場合は、入力のワード数を見てみますと、A が5ワードで、それから B が2ワードでしたから、出力の C のワード数は7ワードになっております。このようにして、その多倍長数×多倍長数の計算結果が得られます。一応これもアルゴリズムの形で書いてみますと、こういう形になります。入力は A、多倍長数 A と B ですね。で、この場合、A は K ワード、それから B は M ワードという形になっております。で、これに対して出力 C は K プラス M ワードの多倍長数を返すという形です。で、まず最初のステップでは、この多倍長数 A に対して、それから単精度数 B0 ですね、この B の一番下の桁の数の乗算をまず行っています。で、次の2行目のところが繰り返しになっていまして、でこれ i が1から m プラス1まで繰り返す、1から m プラス、いや、ごめんなさい、1から m マイナス1まで繰り返すというのは、この B のこの B の1から B の M マイナス1までの係数分だけ繰り返すという意味なんですけれども、ここで、その、多倍長数、これはなんだ、これはこれはそうですね、I マイナス1番目までの計算結果がここに入っているものとして、それに対して、この A と、あと bi をですね、かけた結果を加えますということを意味しています。でこれ順番に計算していくことで、最終的にはその ab の結果が出てきまして、最後3行目でその結果を返すという形で、多倍長数同士の乗算が行われます。でということで、これも計算量ですね、見ていきましょう。でまず、最初1ステップ目で、この A と B0 ですね、の多倍長と単精度の乗算を行っております。で、これはですね、A の方が多倍長数ですから、ここでの計算量というのは、
A の長さの横断だけになりますね。で、次に、ステップ2なんですけれども、ここはループになっておりまして、でループの回数を数えますと i を1から m-1 回まで、動かしますので、あ、これごめんなさい、これは間違いですね、m-1 回ですので直しておいてください。ループの回数は m-1 回です。で、そこでその各ループの中で行われている演算なんですが、まずここで多倍長数 A と単精度数 BI との乗算が行われておりまして、でこれは計算量はこの A の方の長さに比例しますから、オーダーのレングスの A ということになります。で次にこの途中経過の加算なんですけれども、結論から述べますと、これ A の長さだけの加算になります。これはなぜかというと、このですね、筆算の部分で戻って考えますと、実は先ほどの加算っていうのは、例えばこの部分ですね、この部分をこの途中結果に加えると、あるいはこの部分を途中結果に加えるということをやっていまして、この各行で得られるその多倍長数の長さっていうのは、その、まあ、A の長さに比例するわけですね。で、この場合は多倍長数の足し算を行ったんですけれども、その計算量というのは、実はここではその A の長さに比例するということが分かりますので、こういった形でここの足し算の部分の計算量は A の長さに比例するということになります。で合計しますと、まあ、このステップ2でですね、そのどの計算量っていうのが、まあ、オーダーの A の長さになりまして、でこれをループ m-1 回繰り返しますから、合計の計算量としてはこの A の長さの m 倍っていうことになります。でじゃあこの m っていうのは一体どこから出てきたかっていうと、実はそのもう一つの多倍長数 b の長さだったんですね。ですので、合計のこの多倍長整数同士の乗算の計算量というのが、このかける2つの数の長さの積になっているということが言えます。でしょうか。